はい、お疲れ様でございます。スーパービートクラブでございます。はい、雑談をお届けしてみたいと思うんですが、今ね、このラジオを収録してますのが、今日がね、9月の13日、夜のね、7時45分でございます。この時間帯にラジオ収録するっていうのは、多分、初めてなんじゃないかなと思うんですけど、まあそれぐらいですね。かなりね、まあなんか、珍しい時間にね、今ね、収録をしております。まあいろいろ、ちょっとね、お話ししてみたいことはあるんですけど、まあ今日はね、お話ししたいことは、なんかね、残業して、改めてちょっと思ったことっていうね、お話をしてみたいと思います。今日ね、この遅い時間、普段はね、いつもね、夕方、ラジオ収録するっていうのは、大体ね、5時半とか、6時とか、それぐらいのね、時間帯にね、ラジオ収録することは多いんですけど、今日はね、もう8時かい時間でね、収録しております。というのはね、今日ね、残業してたんですよね。ちょっとね、残業、すごくね、今ね、仕事が忙しくて、どうしてもね、ちょっと残業しないと、間に合わないというね、状況がね、あってね、残業して、今仕事を終えてね、自宅に帰ってるところなんですが、ここまでね、遅くまでね、残業するのっていうのは、いつ肩ぶり以来かなという感じでございます。思えば、先週はね、土曜日、休日返上でね、仕事をしましたし、今週はね、ほんとね、もうバタバタしております。残業、残業というのはね、早で、早くね、会社に出社して仕事をすることもあればですね、遅くまでね、仕事をする残業というのもね、あります。両方ね、やっているのと、あとね、私ね、営業マンなんですけど、営業マンでね、営業マンなんで、お客さん先にね、行くんですけど、今ね、そのね、お客さん先にね、行って、納品のね、手伝いっていうので、今ね、てんやわんやしております。今日もね、朝、いつもよりもね、30分ほど早くね、自宅を出て、会社に寄らずにですね、直接、お客さん先にね、行きました。そしてね、ずっとね、ほんと夕方の6時ぐらいまでね、お客さん先でね、いろいろと受注したね、商品、サービスなんかのね、納品作業なんかをね、してたんですけど、いやー、ほんとね、が大変だなと。この納品作業ね、まだまだ、今月いっぱいぐらいまでね、続きそうなんで、大変な状況ではあるんですが、いやー、ただね、仕事はね、すごくね、ハードで。で、しかもね、この納品作業というのが、うまく、いけばいいんですけど、うまくいってないっていうところもあってですね、大丈夫かいなっていう状況ではあるんですが、とだ言いながらね、非常にね、充実しております。なんかね、久しぶりにね、ここまでね、がっつり、残業したんですけど、すごくね、個人的にはね、充実してて、すごくね、仕事楽しいなというふうにね、感じております。実はね、最近ほんと、ここ1、2年ですか。なんか残業するのはね、なんていうかね、自分自身、残業するのは、あんまりね、私はね、残業したくない派だっていうふうにね、思って、残業というのはね、極力避けてきました。もう業務時間内に仕事を済ますっていうのはですね、一つのポリシーとして、ずっとやってきたんですが、ここまでね、がっつりね、仕事をしていると、なんかね、早く帰りたいなっていうね、気持ちもね、あったんですけど、とは言いながらね、なんか今ね、非常にこう、納品のね、ピーク、作業のね、ピークをね、迎えてると、本当で、ちょっとこれをね、まずはね、ちゃんとね、完了させないといけないなっていう風なね、ところをね、感じてて。その先にはね、やっぱりね、今回のね、私のこう、提案をね、受け入れていただいた、お客様があるから、そのお客様にね、応えたいなっていうね、ところもあってですね、今ね、ちょっと一生懸命ね、頑張ってるところでございます。なのでね、すごくね、なんか今日なんかもね、導入、てもらったね、商品なんかをね、すごくね、気に入ってもらってるところを見るとですね、いやー、これやってよかったなーっていうふうなね、感覚はね、してて、今もね、頑張ってるところなんですけど、思えばね、行政書士試験をね、行政書士試験のね、勉強を始めてから、仕事よりもね、勉強中心っていうようなね、感じになってたんですが、久しぶりにね、勉強、仕事もね、がっつりやってると、仕事もね、やっぱりね、改めて大事だな、というふうにね、思った次第、思ってる次第でございます。
まあ、ちょうどね、明日から、3連休、土曜日、日曜日、そして祝日、月曜日はね、祝日なんで、3連休なんでね、まあ、がっつり勉強できますんで、まあ、今日、ちょっとね、今日はね、勉強時間、いつもよりもね、かなり少なめ、なんですけど、まあ、今日ね、勉強できなかった分はですね、明日、まあね、十分ね、取り戻せるかなというふうに思ってますんで、まあ、明日ね、しっかりね、頑張りたいな、というふうに思っております。はい、ということで、まあ、なんか久しぶりにね、今日、まあ、今、自宅にね、帰っているところなんですが、まあ、多分ね、帰りが8時半ぐらいになるかなっていうところで、ジョギングね、したいんですけど、どうしようかなというふうにね、思っております。まあ、うん、ジョギングは私のね、健康のバロメーターなんで、うん、まあ、ジョギングはね、して、まあ、お風呂入って、まあ、しっかりね、寝ようかなというふうにね、思いますね。うん。いやー、ほんとね、なんか、うん、ここまでね、忙しいと、まあ、ほんとね、まあ、大変だなっていうところはあるんですけど、まあ、非常にね、充実しているところはね、あるんで、うん、まあ、来週はね、さらにね、忙しくなるんですけど、まあ、あんまりね、まあ、この週末にね、来週のことを考えるんではなくてですね、まあ、まずはね、ちょっと目の前の、週末のね、この週末、まあ、いかにね、勉強に集中するかっていうところをね、考えながら、うん、まあ、週末を迎えたいなと思います。はい、ということで、まあ、今日はね、この辺でお話を終了します。皆さんもね、良い週末をお迎えください。はい、ということで、この辺で終了いたします。お疲れ様でした。